一つ提案がある。 LOA についていろいろ調べてみたんだ。裏の手も使ってね。何をやってもいいわけじゃないわ。固いこと言わない。事態が事態だろ。で、LOA が南極に何か得体の知れない施設を維持してるみたいなんだ。そいつがおそらく今回の作戦拠点だ。確かなの？少しはお兄さんの優秀な頭脳は信じろって。で、どうも。ああ、他に手がかりはない。じゃあ決まりね。ジェット機を手配します。なあ、時間がないぞ。今回、君はカンナと待機してた方がいい。連れて行くわけにはいかないし。でも誰かがバックアップしないと。僕だ。情けないけど僕じゃカンナの親代わりはできないよ。君がそばにいてくれて、ハヤブサのバックアップの方が僕には合ってる。言ったろ？頭脳で世界を救いたいんだ、僕は。分かった。じゃあ早速用意しないと。ここでハヤブサと一緒にいて、ママすぐ戻るから。これは？ありがとう、カンナ。これで怖いものなしだ。さあ、この先から洞窟へ。そこから地下施設に侵入するんだ。分かった。ハヤブサ、聞こえてるかい？おう。カンナ？カンナ、どうかした？ああ、遊んだ後はちゃんと片付けなさいって言ったでしょ？
さすがだね、ハヤブサ。血を分けた兄弟まであっさり殺せるなんて。なぜここにいる？私がお答えしよう。何者だ？お初にお目にかかる。私は LOA 会長、アスティア・ヒギンス。そして彼は主任研究員、クリフォード・ヒギンスだ。日本政府での仕事は食卓でね。僕の本来の仕事は LOA での研究なんだ。お前が黒幕か。最大の障害はやはりお前だったな、忍者。ロンドンで確実に殺しておくべきだった。だがクリフォードがお前の血が欲しいと言うから生かしておいた。感謝してよ、ハヤブサ。僕が助けたんだよ、ちょっとの間だけどね。でも竜の忍者の遺伝子を取り込んだおかげで彼女はより完璧な存在に近づいた。そうだろう、おじいちゃん。わしはクリフの祖父でカンナの曽祖父でもある。わしにはあの子が、カンナが必要だ。カンナ、瑞希は、まさか。さてね、貴様。化け物同士、好きなだけ殺し合え。古き秩序、その象徴たる竜の忍者の死から新たな千年期が始まるのだ。まもなくこの施設は崩れ落ちます。ブラックノーウェルで待ってるよ。ハヤブサ、こっちだ。行くぞ。ここも捨てたとなるともう時間がない。どうしてここへ？後だ。急がないと世界は終わる。総員、戦闘態勢。
通称ブラックノウェル。ペンタゴンが秘密裏に建造した特殊戦略空母。製造を受けたのはジェネシスライン。LOA の軍事が使われた偽装も終わって今は まずはそいつに。趣味の悪い奴らね。時間はあまりないわよ。誰に物を言ってるのかしら。心配してるのか警戒してるのかわからないわね。 GPS 発信機、作戦には行き過ぎよね。私たちをずっと追おうとでも？CIA は警戒してる。敵でも味方でもない危険すぎる忍者たちをね。あなたは？私はただ竜を助けたいだけ。まあいいわ、あとはあなたたちが追うのね。残念、追うのは竜よ。あなた竜様を何だと。あなたよりは知ってるわ。